ピヨ先生、こんにちは。キヒトウとカミキヒトウの違いを知りたい、その質問をいただきましたよ。カミキヒトウとキヒトウのどちらが合うかの基準がよくわからないです。できましたらアドバイスお願いいたします。とのことです。頭の使いすぎでうまく指令が届かなくなると、機器の働きが低下します。そのために気血を作る作用が低下し、気血を上へ持ち上げる働きも低下すると、脳の働きを調整する神経が正常な機能を維持できなくなって、不眠や不安感などの症状になることがあります。気ヒトウは神経に気血を届けるためにお腹の働きを調整する気機を盛り立てて、気血を作る働きを応援し、作った気血を上部へと運ぶ漢方薬です。そして気ヒトウに気の滞りを解放する成分と、上部の熱を冷やしながら引き下ろす成分を加えたものが神気ヒトウになります。ですので、神気ヒトウが合う方の場合、気の滞りがあって体の上部に熱を困らせていて、気血の動きの悪さもありそうです。どう使い分けると良いですか？考えすぎてお腹が弱ることで気血が届けられなくなって、神気が乱れているならば気ヒトウを。ストレスなども強く感じていて、イライラしやすいような状態の方は神気ヒトウとなります。ただし神気ヒトウは気ヒトウよりも乾かす作用が強まりますので、特に体の上部で乾きの症状が目立つ方の場合は気ヒトウの方が良いかもしれません。では今日の動画は以上です。もし質問がありましたら気軽にコメントしてください。